画用紙と段ボールを使って花の茎を刺すこともできる草むらを作りましょう。四つ切り画用紙を半分に切り、八つ切りにしたら、さらに横長に半分に切ります。1枚を1、2、3回折り、真ん中を V 字に切ります。開くとギザギザが2つできています。もう1枚は八つ切りを4つに切ります。わかりやすいよう色を変えていますが、同じ色でも構いません。それを先ほどと同じように折って、真ん中を V 字に切ると、さっきより細いギザギザができます。端の形が逆向きになるよう、太い方のギザギザと重ねると奥行きが出ます。これを細長く切った段ボールに貼ります。一番上に水のりをつけ、細い方のギザギザを貼ります。下の端を両面テープで段ボールに貼ったら、テープの剥離紙を5センチくらい剥がして上に折り曲げます。太い方の画用紙を貼る位置を決めたら、上から軽く押さえたまま剥離紙を引き抜いて貼り付けます。位置決めになれれば全部剥がしてから貼ってもいいです。端のはみ出たところを切り取り、蛇腹に折り目をつけて立たせます。もう一つも同じように作ります。こちらは下のはみ出た段ボールも切り取り、蛇腹に折ります。低い方が手前に来るように組み合わせると、より奥行きのある草むらができます。たくさん作って並べると、こんな風になります。段ボールの穴に細いストローや竹串を刺せば、ストローなどで作った花の茎を刺すこともできます。置くだけでどこにでも簡単に飾ることができるので、とても便利です。風の通るところなど、倒れやすい場所に置くときは、裏側から2、3箇所、養生テープなどで留めると良いでしょう。彼岸花以外にも季節の花と組み合わせていろいろな飾り方をお楽しみください。